はいどうもこんばんは、ヤスニーです。今日はですね、めちゃめちゃ待ち望んでいたアイテムが手に入りましたのでご紹介させていただこうかなと思います。前にですね、こちらのマスクご紹介させてもらったの覚えてますか？このマスクは、まあ、この上ら辺にね動画出しとくので見ていただきたいんですけど、鼻のところにこうちょっとピラみたいなのがついてて、これをめくり上げて鼻のところにフィットができるんですよ。でこうなるとどうなるかっていうと、メガネが全然曇らない、そういうマスクなんですよ。メガネはかけないんだけど、結構プライベートで僕はつけてて、これをねこういう感じで、でまあ普通にねプライベートだったらいいじゃないですか。でこのね動画をアップさせてもらった時にも言ったかなと思うんですけど、仕事用のマスクがやっぱりね白色なんですよね。だから黒やっぱなかなかつけれないじゃん、こうなんか高圧的な感じになりそうだしっていうところで、なんか白とかねこういうマスクでいいのが出ればいいなって言ってたら、これの白色バージョン出ました。じゃん、はい、いやめちゃくちゃ嬉しいと思って今回はちょっと動画にしております。ですがまだ実はですね、これ販売されてないんですよ。なんとですね、この白色バージョンはクラウドファンディングの幕開けさんで先行発売しております。このマスクがどんぐらいいいかっていうのはちょっと動画をね見ていただきたいんですけれども、本当にこの質感、この生地の質感といい、この耳のフィット感、この耳というかねこの調節ができるところ、こういうところ、それからこうつけ心地というかね、こうつけた時にしっかりねこの鼻のところがフィットしてくれるから上に空気があんまり抜けないんですよ。だからこの辺もねなんかこうまつげ痒くなったりとかもないし、あと顎までしっかりカバーしてくれてるのに通気性もまあまあいいから息苦しくないんですよね。あのねあんまりちょっと見えるかどうかわからないんですけど、この耳のところが僕ねもう真っ赤になってるんですよ。このマスクのこの紐がくるところ真っ赤になってるんですよ。これなんでかっていうと、いつもね仕事の時にはあの使い捨てマスクをやるんですよ。あの安いやつですよ、あの薄いゴムのここピチになるやつですよ。もうあの安すぎてなのかわからないんですけど、顔がでかいからなんか知らないけどさ、こう普通につけようと思ったらこう紐がプチってちぎれたりとかさ結構するんですよ、まあ、顔がでかいからかもしれないですけど、なんですけどこの白色バージョン出たらさ、もうそれ苦しまなくていいよね、ということで今日はちょっとこれを紹介していこうかなと思います。もうね多分スペックとかは前の動画見てもらったらもう本当にわかるので、すごくいい商品なのでその動画を見ていただきたいんで、ちょっとこれはねちょっとつけた感じとか質感とかそういうところを見ていただきたいなと思います。なんか黒と白だとなんか若干素材感が違う気がするぞ。なんかこっちの方が硬いけどこっちの方がちょっと柔らかい感じはする。肌触りはいい、こっちの方が、こっちの方がちょっとなんか硬いような気はする。あこれほらなんかちょっとなんかブリーフっぽいけど、でもさマスクだからこれ耳痛くなんないよ絶対。裏地はこんなんね、わかるかな、ちょっと質感が伝わればいいと思うんですが、もちろん、ね、あの鼻のところにはね反対にピラって向けれるビラがついております。で鼻のところにはしっかりワイヤーがついてて顎までしっかり折ってくれると、こういうことですよね。はい、あ全然いいわ、あもうこれだわ絶対これで、しかもメガネをこうつけるじゃないですか。メガネつけるときはこのね反対側のビラビラをこうグイッと出してあげて、こういう感じよ、こういう感じ、山になるんですよ。こっから空気が漏れないんですよ。だからメガネをかけてもちょっとこれあの嫁のメガネなんでちょっとあんまり周りが見えてないんですけど、曇らないんですよ。めちゃくちゃいいでしょ、ほら全然曇らない、めちゃめちゃこれ快適ですよ。鼻のとこキュッてこう締めとけさえすればさ、もう漏れることないから、ほぼほぼ漏れることないからめっちゃ快適に使えます。もう本当に僕が待ち望んでいた白バージョン、マジでこういういいなと思うマスクが軒並み白ないんですよ。だから本当嬉しくって動画にしております。さあではですね、商品のページを一緒に見ていきたいと思います。こちらでございます。はい、第1弾が1400万円を超えましたと。メガネが曇りにくいマスク、2228人サポーターができまして終了したマスクだということです。これすごいよね、これ2万枚売れたらしいんですよ。めちゃくちゃすごいですよね。マスクがどれぐらいこう売れるのが普通なのか多いのかっていうのがちょっと分かんないけど、こう2万っていう数字はなんか大きい気がします。で確かね動画出したのが12月ぐらいなんですけど、それからあのメーカーさんから直に、ね、連絡が来てて、まあ、あの動画の反響が結構すごいですと、マスクめちゃくちゃ売れてますよという話でですね、あよかったなと、動画作っててよかったなっていうふうに思いました。でそこからなので多分もっともっと売れてると思うんですけど、この白はね需要めちゃくちゃありますよ。あのおそらく黒よりあるんじゃないか説ですから、本当にいいことだと思います。
ます白は。はい、ということでこの白を作るまでにいろんなこうねサンプルを作ってきましたよと。ファーストセカンドサードとで、第6弾までサンプル作りましてより真っ白な生地にという感じでございます。まあ、このマスクのね特徴としてはこんなお悩みありませんかということでマスクをつけるとメガネのレンズが曇ってしまい自然な呼吸がしづらい、マスクの耳紐で耳裏が痛くなる、いや本当僕それね、同じマスクを使っていて衛生面が気になり毎日洗いたい、うん、ノーズワイヤーの跡が顔に残る、あここのねワイヤー、そう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 言うの忘れてたんですけど、これがね本当硬すぎず柔らかすぎずで顔に型がつかないんですよ。硬いやつとかだと結構つくじゃないですか、それがつきにくい。あとはマスクにメイクがついてしまう、そうそれもなんかね嫁用にも買ったんですけどメイクがこの裏につきにくいらしいですどうやら。で僕も日焼け止めじゃないけどなんか下地みたいなそういうの塗ってるんですよ。けどそういうのもつきにくい、確かに普通のね使い捨てマスクだったら結構つくけどこれはつきにくい、確かにそう言われてみればそうだった。あとマスクがね破れてしまうとかね、まあ、僕顔がでかいからねこのゴムの紐のところをプチってちぎれたりとかするんですけどそれがないというところです。でここからはですねもう前ご説明させてもらった通りなんですけど顔にフィットするっていうことで、まあ、調節がついているので、まあ、自分の顔のね大きさに合った紐の長さにできるよという感じでございます。なんで顔が小さい人顔が大きい人関わらずですね一つのワンサイズでいけますよというところで、その2ですね顎まで覆う構造、しっかりと顎まで覆ってくれるのでここからね空気が漏れたりする心配もないですよと、ウイルスとかもしっかり遮断してくれますよっていう感じで、これですよね曇らない理由としてはノーズパッドとノーズワイヤー、鼻のところにノーズワイヤーが入ってて、でこれをキュッてひっくり返すとノーズパッドがついてるのでよりね上に空気を出さない仕組みになっております。でそしてそのようなんですけどこだわり抜いた素材です、これいいんですよ、選び抜かれた品質の高い抗菌加工した糸を使ってますよということが書いております。で韓国で承認しっかりしてくれてますよっていうのと、で呼吸もしっかりと、普通の使い捨てマスクだとこうピタッピタッってなったりとかするし、ここら辺がちょっと湿ってねちょっと半透明になったりするんですけどそれがないという感じで、マスクの構造なんですけどこんな感じですね。マスクの表面と裏にメッシュ、ノーズパッドがついてますっていうのとノーズワイヤー、あとは耳紐、これですねこの構造になってるので、まあ、中のメッシュでしっかりとねメイクをこう剥がさないというかねメイクをつけない素材になってて、でノーズパッドで息が上がるのを防いでくれる、ノーズワイヤーでしっかり固定する、耳紐で耳が痛いのを軽減するという仕様になっております。はい、見てくださいこの素材、結構柔らかい素材で伸びます、結構伸びます、なんで本当に僕は嬉しいと思う、すごく顔が大きいから伸びるからっていうところはあるんですけど、やっぱりですね洗って使えるってことで、まあコスト的にはねすごくね安くなるのかなっていうところですね。でいろんな場所で活躍、まあ僕の場合はですけど外ではつけることはないと思います、仕事で使う、まあプライベートでも白いマスクしてる方がいるから全然プライベートでも使ってくださいねっていう感じだと思うんですけど、まあ僕の場合は仕事でちょっと使いたいなっていう感じ。まあ黒もですね普通に販売してるので、まあ、好きな色選んでいいのかなっていうところですね。で一応クラウドファンディングなので、まあ、先行割引みたいなところがあるんですよ。で4枚1セットですね、これで 40% オフ、200名ですね、これが3840円、で500名の方は4160円で 35% オフで買えると、で800名の方 30% オフで4480円で買えますよと。で4枚を2セットの方もできるし、4枚3セットのパターンもできるし、で4枚5セットの方もできるし、4枚100セットの方もできると。4枚100セットはちょっと無理だな、そんなんちょっと使わないかもしれないけど、4枚5セット、一家族だと4枚2セットぐらいあって、まあ、ちょこちょここう洗いながら使っていけるのが一番いいのかなっていうところですね。まあ、マスクってね正直何個あってもいいじゃないですか、ここにこのマスク置きマスクして、こっちにも置きマスクしてみたいな。ちなみに僕はですね車の中に使い捨てマスクの束みたいなのがドーンって入ってて、あとはまあプライベート用のこういう黒いマスクっていうのが車のダッシュボードにドーンって置いてます。でちなみに丸米くんのやつもドーンって置いてますっていう感じなので、まあ出かける時にね絶対忘れないようにするっていうのを心がけてるっていう感じですね。で一応ですねプロジェクト終了っていうのが4月の16日なんですよ。で5月の末から支援者にまあ配送していきますよっていう風になってるので、まあ、現在ですね2月の末なんで2ヶ月3ヶ月ぐらいか、まあ、待っていただければ順番に届きますよという感じでございます。おそらくこれ販売ページが終わったとしてもまあ Amazon とかで販売していくとは思うんですけど、まあ、今買ってもらっとけば結構安く買えるのでめちゃめちゃありなんかなと思います。まあ、4セットぐらいは絶対バッと買うじゃないですか。で200名の方は 40% オフで3840円で買えるので、これは結構ありなのかなっていう感じですね。
はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、僕のお気に入りのこのマスクの白色が出ましたよというご報告の動画でございました。商品ページですね、下の説明文に貼っとくので気になる方はぜひチェックしてみてください。いや本当ね、つけ心地はいいし、空気の通りはいいし、苦しくないし、眼鏡は曇らないしで、結構いいことずくめのマスクだなと思いますので、ちょっと騙されたと思って使ってみてほしいです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ。